ミルアカ、井上マーです。のミルクサトルでございます。先生、今日もいろいろ教えてくださいな。今日はこちら、飛んでた渡辺良<っ>久保藤次郎<っ>加藤肘、リスが、イネヒロなどに続くのは誰だ、個人昇格、はい、はいはいはい。まだありますかあると僕は思っております。はい、うん。ってことで今日はですね、データ的な側面から考えて、 この選手がこのチームに行くって結構ありそうじゃねみたいな話を順に話していきたいと思いますよろしくお願いします、えー。端的な側面からお願いいたします<れ>ということでね、かまい毎日やっちゃってんですよ、これね。んよねチャンネル登録っていうね制度がありますので、よかったらまたの方、せーのでお願いします。頼むわはい、よいきましょ <laughs> うこ。どちらはい出たドンどん、うん 愛ということでございますと。えー、また今日もあのエルゴラさんからね、うんうん、え使わせていただいております。お写真ちょっと、ね、い,い写真をありがとうございます。いすはい。と、はいうことで、現状なんですけど、上の方に書きましたが、うんうん、結構、えー、今シーズンも国内のこの夏の遺跡あるんだけど、うんえー、ステップアップ、いわゆるカテゴリーアップの昇格、うん、まあ遺跡の話っていうのは、実は8例しかまだ現状ありません。 現状、この上に書いてある8例、ーなるほど。リサロさん、渡辺良さん、加藤さん、菅井さん、長倉さん、久保藤次郎さん、ドゥーズさん、中川佳作さんの8レーなるほど、なるほど。はい。はい。さすがにまだ、あの、市場がオープンして1週間ぐらいなので、あと3週間ぐらい残ってますから、まあ、まだあるでしょうと。単純に考えたら、あとね、上に書いてある方々の、あと4倍あるっていうふうに見ていいんじゃないかなと思いますのでいや、ありますか。それもあるでしょうね。その候補が、 この目かなと思っております。睨んでるわけですね。すはい。はい。ということで、左側から、左上から見ていきましょう。はい,はい。えまずは、平川玲選手。黎さん。はい。はい、ってのもね、マ、ま、ジさん。うん。やっぱレイ、黎平川もうちょっと次元が違うというか、うん。あの、最も今、J2 でチャンスを作っている人。うん,うん。で、あの、センターバックとか入れ、含めた上で、全選手の中で、パス数7位。うん うん、ああ、センターバック入れてならいはすごいねあ。あの前の位置でやっててですね。はい,はいはいはい。あれ、なのなどの選択。トップかトップトップしたトップした。うわ、それはすごい。もう集まってるね。そうなんです。ハブ空港、ハブ空港。それでいて、平川君、うん、昔東京 U23 の時苦手としてた、デュエルでのコンタクト、うん、タックル数とかも今ね、リーグ11。いやもう、これ課題を着々とこなしてるっていうことでいいですか、うん、これは。こういうことですね。うん、なるほど。 なんで、これで平川玲くんもともとはセントラルミッドフィルダー型のボランチの一角の選手でしたけど、はい、熊本では一列前もできるようになった形になるので、うん、思えば、うん、なんかトップ下の選手が抜けそうな状態で、うん、ボランチの選手が最近抜けたチームといえば、うん、マリまスだね。はいはい。藤田ジョエルチマ選手が抜けて、マルコ選手が出るかもしれない,いって話がありますから。なるほど。おおそこを平川さんで。あるんじゃないかなと。 思っており列後ろもできますもん、ね、そうボランチと2列目ができますから。はーはーってなったら開く君かなりあるんじゃないかなと。いいなそこでより成長をねこんなこと熊本そういう人を超えちゃいますけども。 もしくは、あとそのマリノスに J1 から誰かが行くって形になるのであれば、その空いた J1 のチームに平川君というケースもあるかもしれない。うんうん、な,るなるほど、なるほど。含めてね。あーー今日まで狙われるならって形ですけど。まあそういう話はもう大いにあり得るというお話ですからね、これね。はい。はい、なるほど。はい。そして、えー、続いて、こんなことがあったのは大変ち大変になっちゃうんですけど、はい、藤枝えー、横山選手でございます。はい えーまあ、さっき平川君がチャンス喪失1位だって言うんであれば、2位がこの横山選手ですと。まあ、ただ彼が抜けるとね、渡辺良、久保藤次郎と含めて3人になっちゃうんで。本当そうですよ。別のチームにちょっとなっちゃうんじゃないっていう。そうなんですよね。うまくいぎちゃってるってところは、その辺がね。ねああただね、まさ、藤井さんの皆さんね、これ分かってたなと思ってて。はいはいはい。 なんか、昔じゃ、こう、あんまりなかったような、うん、あの、大学の、あの、いわゆる全日本選抜みたいなメンバーいるじゃないですか。はい。が、今、藤枝選んでるんですおおだから、やっぱほら、久保くんとかもそうだったけど、はい。大卒ルーキーを、なんなら大学4年の段階から結構ガンガン使って、うん、ああ、そっか。 出れるっていうイメージを、だから、大学生たちに植え付けさせたんだなとな。それでなんか魅力的なサッカーだしね。うん。あそこでやりたいなって思わして。で、ステップアップの実績を見せちゃったら、よりそのサイコロは加速するってことですかそういうことでしょう。はーはーはーすごい。ごいね、っていうところで、はい、そういう意味では横山選手、実はちょっと特殊な経歴で、一浪してるんですよ、プロになる前に。ええ、勉強でうんうん、あのね、 大学4年終わった後に、1年間、いわゆるプロに慣れてない、あまでもないっていう期間が一回ある1年間だけあるんですよ。うん、元木大好きみたいな。そんな感じ。ね、<laughs> そうそう、まさにそう。<laughs> はい。はい。フルって言ってくれれば大丈夫でしたでも、その時期さえもある人をちゃんとこう取って、ここまでこうさせたっていうところで、<laughs> うん いろんなこれサッカー人の皆さんにとっても、こう、いろんなこう勇気を与える選手になるっていうのはあり得るんじゃないかなともちょっと思ってますね。なるほどね。はい。辛抱強く待って今、速攻やってますからね。そうだね。いなるほど、ね。はい。はい,はい。そして続いてでございます。うんうん、ちょっと次はですね、二人きいきたいなと思うんですけど、大分の藤本選手と、えー、長崎の増山昌史選手。ああ、動きますはい。はい、この二人はもうざっくり言えば、はい あの、サイドでのワンオーバンのえ,のえげつねプレイヤーたちってことですね。だ、うんうん、要は、第2の金子拓郎と言った方が正しいでしょうね。うなるほど。なるほど。はい。はい、だから僕はこの2人は、札幌じゃねっていう。金子さんのポジションを埋めるべくの候補としては、先生は見てる、ね、ということですね。はい。は<ー>あの、実はもともと藤本和樹選手ってあの、フォワードなんです。はい。完全にフォワードの選手。はい。今、大分だと、左のウィングバックやってます。 で、増山選手はもともと東のクリロナと言われた、あの東福岡高校での、はい、いわゆるマンチェスターユナイテッド時代のクリスチャン・ロナウド選手のような左ウィンガーだったんですけど、はい、最近サイドバックもやってるんですよ。長崎で。だからウィンガーもできる、サイドバックもできるっていうふうになると、ウィングバックってもう最高のポジションになるわけですよ。そうですね。うん。そうか。ってなってくると、今、はい 札幌はサイドできる選手がルーカス選手と、菅選手の2人だけ。はい、しかも、菅選手は最近、3バックの一角も去年ぐらいからやるようになってるじゃないですか。はいはいはい。ってなると、サイド足らなすぎるので、うん、1>, 1人2人取るってかなりあるんじゃないかなと思っています。なんで、藤本、増山、両取りなんてことがあるかもしれません。ちょっとえ入れてみました。なるほどね。<ー>はいはいはい。い面白い。 そして、続いて5人目、左下でございます。うん、え千葉の三木選手。もともとは、シャドウとかトップ下の位置をやってた選手なんですが、今回、うん、なんか、ボランチみたいなところもやってて、<う>なんか、そっからでも、バンバンシュート打ってたりするんですよ。いはいはいはい。っていうふうになると、2列目も3列目もできる、うん、後ろからでも推進力抜群。なんなら、ミドルもガンガン打っちゃうって感じで考えると、うん、別動画ですでにもう動画出てると思うんですけど、 感覚僕、この人なんですよね。えー、お松木さん。松木さん。さんどうタイプある意味では、そうとっても、とってもいいんじゃないかなと思う。ってなると、うん、いわゆる安倍シュ選手がこの間、東京抜けて、原川選手やってきたけど、はい、松木君まで抜けちゃうっていうのがあるんだったら、はい、三木選手の獲得になんてことはあるかもしれない、ねはあはま。はまるっていうことですか そういうことですね。あり得るんじゃないかえーえーと思っております。なるほど。はい。はいはい。はいそして、今度はまあ左側に行ってきたんで、今度右側ちょっと行ってみますと、うん、はい。このディフェンダーが2人並びます。え、はい、金沢の庄司穂野選手と、えー、岩城の家住麗選手でます。はいはいはい。はい。まあ、あの、この2人は、要はあの空中戦とか、はい。あとは、いわゆるセンターバック、もうザ・センターバックのプレーがうまい2人 2>、ね。はいはいはい、はい。うん だなんかまさかことしさ、あの序盤は川崎、だ、えーはい、と最近だったらマリノスとか、あと神戸とか、えー、なんか J1、センターバックがめちゃくちゃ怪我するじゃないですか。うやっぱ、なんかこ、ガン,ガンこうプレスとかも皆さん来られるようになって、うん、なんかセンターバックの方々もちょっと細かいステップワークとか必要になってきたから、それでちょっと筋肉系とかもあるかなと思ってるんですよね。なるほどあ そうですね。はいはい、うんで。今ちょっと J1 の皆さん、キャンプやら練習試合とかたくさんやられてますけど、うん、ここでもしセンターバックが一人怪我が増えちゃいましたとか、あるチームでやったら、庄司選手、家泉選手あたりが、すぐステップアップ。うん。はい。応募ワンツー,ー,ーかなってところに入れてみます。なる,なるほど、なるほど。はい。ございます。はい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 。そして続いて、J1 <お>っていうか、なんなら即ヨーロッパでもおかしくない男。うん 柴山さははは、はい、魅そうですね。こういうのもあれですけど、はい、もし芝山選手が今例えば町田とかベルディとかのようないわゆる上の上位のチームに仮にいた場合、うん、この今ドリブルだったらシーズンスコア13位スルーパス11位とかいろんな数値あるんですけど、はい、彼全部1位じゃないかなと思います。ああ えーうん、なかなか守備にちょっと回る時間が多いチームにあってですらこのデータなので,でちょっとねあんまりこうあんまり報道されてないからあれだけどそれこそバスケス・バイロンとかそれこそ J1 でいっも金子拓郎とかレベルで騒がれたっておかしくない選手ですね。動きのキレなんか見てるとなんか先生言ってることもああそうなのかなって思っちゃいますけどねうんただやっぱね、はい、彼でこの大宮でやってきたからこそ、はい 単独カウンターアタックみたいな。うんうん、力もえげつないですよ。なるほど。って考えたら、はあ、福岡、レイソル、うんうん、あとはこの伊藤亮太郎移籍した後のこの新潟とかは、うん、結構フィットするんじゃないかなと思っております。もう宮ピンチですけど、出したくないですけど、出てほしくないっていうね、あんですけど、うんうん、そういう素養ではあるってことですね。ですね。あともう一チームだけ言っておきたくて、グルニクザブジェ。おお んですかそれは。ポーランド。なぜはい。この間まであの、奥抜き選手がいたチームです。あー、大宮っていうことだ。そう。うんうんうん。なんかもともと大宮とポーランドの流れが強いんですよ。へえー。だってほら、今回シュビル族も来たでしょ、まさ。んはい、はい。彼もポーランドじゃないですか。そうだ。ああ強いんすよ。ポーランドの、なんか代理人みたいにいるんですよ。ああなんかそうですね。 てので、もしだからグルニックズラブジェがまだアタッカーをしてるんだったら、柴山くんみたいなこともあり得るかもしれない。うん、なるほど。はい。なるほどですね。はい。はい。そして、えー、その下。おわ、森さん。え森田さんですね。うんうん 僕はあるなら神戸だと思ってますけど。なるほどね。もともと森田選手も、いわゆるスーパー10番的なプレイヤーだったんですよね。ちょっと現代版柏木洋介みたいなところもあったんですけど、ど真ん中でこうクリエイティブなことをするというか。井上潮さん的な。そうなんですよ。が、うん、あの、城福博士によってやや魔改造されまして、<laughs> はい、アンカープレイもできるようになったんですね。はあ、なるほど。 ディフェンス力も異常に増えまして、こぼれてくるボールを拾えるようになったんですよね。ってなってくると、いわゆるサンペールっぽくなったみたいなところがあるので、<う>イニエスタ、サンペールがいなくなったあとの神戸、フィ<う>ットすんじゃねえかなっていうところで。なるほどう あとな,なんかベルディーってことですね。そうですね。あとなんかベルディの選手結構あの神戸に結構行くかの、性確率高いっていうのもあるので、あるんじゃないかなっていうのをちょっと入れてみます。なるほど。はい。 そして、ラストは J3 から J2 でと、これ一枠だけってところで、えー、レン小松・コマツ。コマツレンね。小松ツ先生ですね。はい、えー、はい。はい、はい。というか、<ー>ここに関しては、あの、松本の皆さんからすれば、おーいって今、ね、お声出されてると思いますけど。ございませんよ、の魅力と思ってますよ。すいません。はい,はい。あの、これ実際にもう、コマツ選手のもとには J2 何チームからオファーはあるそうです。うん、ああ、まあ、そうです、ね、これメディアの何個か所か,から出てたので、うん、もうそれだけは言いたいなと思いますけど。はい、はい。 まあじゃあどこがオファー出すのかなって思ったら、まあ正直2チームかなと思ってます。2、うん、1> 1チーム。はい。1チームやっぱり渡辺良選手がだって、移籍しちゃったもん。藤、うん、田はあり得るよね。そうそう。まさになるほど。はいはいはい。しかもなんか小松選手と同じこの東京世代組が今、ほら、藤田めっちゃその若くてね、明るいメンバー揃ってますから、ううねうね、合うよなと思います。はいはい、そうか。で、もう一つが、うん、えー、熊本で <laughs>、熊本ですね。うん あの石川大地選手が、怪我してしまったってところがあるので、ここはど一枠足らないってのがありますから、藤枝か熊本が狙ってる確率は高いんじゃないのと思っていたりします、うんうん。絶対にどこか狙ってる皆さんってことですね、要はこれは、ね、ということですね。ということで、10人。はいえー 続くなら彼らかっていう個人昇格の話でございました。どうもありがとうございました。勉強になりました。あ,ありがとうございます。さあ、どうなるそして皆さんのご意見はということでございます。ピはね、コメントにお願い,しますいろんな話題でね、毎日やってるんですよね、先生ね。やってますからね。ねも,もうこれ12時になろうとしてますけど、撮ってるんですよ。そうなるよ。メンバーシップライブからもずっとやって,、えー、てた我々は。から今日もありがとうございました。サブチャンネルもやってるんですよね。 これから撮るんですよね、そんでね。今からやよりも23時28分よ、俺。お願いします。ありがとうございました。飲みるくさとでした。ありがとうございました。じゃあね。またでした。ババいのね、ポンポンポン。